はい、フリーライターにいつか笑って過ごせる暇です。初の決勝、智弁対決なるか。智弁学園智弁和歌山両校ベスト8以上は初ということでやっていきたいと思います。はい、ついにね、え甲子園も明日の準決勝、そして明後日の決勝と3試合のみになりました。えー、そんな中でですね、なんとベスト4に、えー、智弁学園と、 智弁、和歌山、両校が残っているため、この両校が決勝で当たる可能性があるわけですね。それがえ、決勝戦での智弁対決が実現するのではないかと。そういうことが話題になっています。はい。えー、智弁学園は、えー、春に一度優勝で夏の優勝期はなし。 えー、智弁和歌山は春に1回、えー、夏に2回の優勝を誇る両校ともに強豪校、そして両校が兄弟校であるため、今回の智弁対決っていうのが行われる可能性に、すごくあの、話題になってるわけですね。過去に一度だけ甲子園での対戦成績は、対戦経験あるんですけれども、決勝で当たれば、それは史上初であると。 両校ともにベスト8以上に進むのは初めてということですね。もちろんね、あの、ベスト8に進むのが初めてということは、今回みたいにベスト4に残ってるのも初めてということですね。えー、過去の対戦では、えー、2002年にベスト8をかけた3回戦で7対3で、えー、地和歌山が勝利しています。夏の大会で系列校の複数ベスト8は過去に、長崎日大と大垣日大があると。2007年にベスト8まで進んでいます。えー、この時は大垣日大が、えー、ベスト8で止まってしまった。 準々決勝で敗れてしまったとで長崎日大も準決勝で敗れたため同系列の決勝対決は夏にはないんですねまた智弁和歌山と智弁学園が、えー、ベスト4に残ったっていうのは夏初めての同系列でベスト4になったわけですベスト8に残ったのが1回,1回過去に1回この智弁を除くと1回とその時は片方がベスト8で止まってしまったので、えー 同系列としてベスト4に残ったのは初めてということです。夏ではね。はい。春の選抜では2000、あ1972年に、えー、日程桜川岡と日大さんが、えー 決勝で対決しています。この時は日大桜が丘が5対0で勝利し優勝しています。日大系列以外での決勝対決は春夏ともになし。そして夏の同系列対決っていうのは今までなかったというところなので、まあこれがね実現すると面白いよねって話なんですね。初の決勝地弁対決っていうことが行われると非常に面白いですよねっていうところなんですね。はい。そんな地弁対決が実現するかどうかっていうのは明日の決勝、あ準決勝次第と。 いうことになってきます。え、第1試合が、えー、大見高校 VS 智弁和歌山。そして第2試合が智弁学園 VS 京都国際と、この2試合になるわけですね。はい。この試合の結果次第は両方、智弁が勝てば、えー、決勝智弁対決が実現すると。両試合の分析もしてますので、ね、そちらの方もぜひ見ていただければと思います。こちらね、あのー、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひね、見ていただければと思います。はい。まあね、 地弁対決が実現しても面白いし、逆にね、それを防ぎ、大海と京都国際が勝ち上がるっていう結果も、それはそれで面白いんじゃないかなと思います。特に京都国際ね、初出場ですので、初出場で初の決勝、そして初優勝も見えてくるというところですね。まあ、大海も強いのでね、両方が勝ったとしても、まあ、そう簡単にね、京都国際が優勝するってことはね、なかなか難しいかもしれませんけれどもね。はい。 で、明日のね、準決勝がどうなのか、そして初の智弁対決が行われるかどうかっていうところにもね、えー、注目して明日の試合を見ていただければいいのかなと思ったりします。はい。ということでですね、えー、明日、えー、準決勝、大、え、見、ー、高校 VS、智弁和歌山、そして智弁学園 VS、えー、京都国際と、この智弁良子がどうなるのか、そして大見、えー、高校、そして京都国際がね、えー、ここで勝ち上がっていくのか、その辺にもね、えー、ぜひ注目して見ていただければと思います。 以上になります。えー、よろしければですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてね、いいねをつけていただけますとね、励みになりますので、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。フリーライターのいつか笑って過ごせる、日まれで,でした。